アインザッツグルッペン裁判の際のグスタフの助、グスタフ・アドルフの助は、ナチスドイツ親衛隊の将校。最終階級は、親衛隊中佐。第二次世界大戦中に、ソ連南西で、移動殺人部隊アインザッツグルッペンの一部隊を、指揮し、大量殺人を行った人物。ハレアンデアザーレ出身。ハレやアーヘンで法律を学び、弁護士となる。 九百三十三年に国家社会主義ドイツ労働者党に入党し同時に新英隊にも入隊。九百三十五年にアーヘンのゲ下タポ長官代理となる。さらに翌年九月から九百四十一年六月にかけてフランクフルトアンデアオーダーのゲ下タポ長官を務めた。独ソ戦開始とともにアインザッツグルペンディレ霊カのアインザッツコマンド十二の隊長として 東部先生へ従軍。1942年2月16日から28日の間だけで1515 15人を殺害したことをベルリンに報告している。1942年10月、国家保安本部法局 D 部部長として中央に呼び戻される。1943年には東部占領地域大臣であるマルフレート・ローゼンベルクの下に配属され、 国家法案本部との間の連絡証拠となった。1944年夏には、デュッセルドルフの警察長官となる。戦後、アメリカ軍のアインザッツグルッペン裁判にかけられるが、1944年9月に、新英隊及び警察高級指導者が発した、ユダヤ人抹殺命令に背いた形跡があることが、裁判の中で取り上げられ、判決は終身刑となった。 1951年には、懲役10年に減刑され、12月に釈放された。その後の消息は、不明な点が多く、デュッセルドルフ近辺で生活し1990年、前後に死亡したと推測されるが、確実なものは1965年3月26日に、開かれたフランクフルトアウシュビッツ裁判に承認として、出廷していることが確認される程度である。エルンストクレイ。 ダスパーシネンリグシコンツームドリテンライヒ、ベル・オーワズボーア・ウントナーハ1945、フィッシャー・タシャンバッチ・バーラグ、ツバイタ・オクッチ・リジャー・トウフルジ、フランクフルト2005、ISBN978 から3から596160488、S439、アウシュビッツ裁判。ありがとうございます。